皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2022年6月26日日曜日なんですが、今日はですね、今、巷で話題のですね、ショート動画ですね。 テ、まあ、TikTok をはじめとしまして、Instagram のリールや YouTube ショートなどですね、LINE ブームえ、Pinterest のアイデアピンですね、えー、各 SNS でショート動画が話題になっていますが、そんなショート動画をですね、簡単に作るアプリということで、今日はですね、面白いなりますので紹介したいと思います。そちらがですね、こちらになります。どうぞ。 はい。えー、週刊ジャンプを出しているとこが作ったドドドジャンプっていうアプリなんですけど、こういうですね、漫画動画ジェネレーターとううに書いてるんですけど、こちらがですね、第2回ジャンプアプリ開発コンテスト入賞作品ということで選ばれたもので、 iPhone の方も Android の方も使うことができますよということなんですが、でですね、ああ基本的にはこうね漫画風のが簡単にできるよということになっていて、動画をまず撮って、もしくはカメラロールから選択して、AI が自動変換して、そしてアレンジを400種類以上の中からやって、 オリジナルのものを作ることができるよっていう風になっています。つまりですね、AI が動画を解析して、擬音語や吹き出しなどが追加された漫画風動画をですね、自動で作ってくれるんですね。でも自動だけだったらいまいちの場合もあるので、あとは自分でアレンジもできるということになっているということで、結構ね、面白そうですよね。ということで、早速ですね、ちょっとやってみたいなと思っています。はい、ではね、こちらをご覧いただきたいと思っているんですけど、出ますでしょうか。はい、どう はい。ご視聴ありがとうございました。続きをご覧になりたい方は、動画の下にあります概要欄の方から、YouTube チャンネルのメンバーなるにはのリンクを進んでください。そうすると、YouTube メンバーシップの申し込みの中で、月額190円から学べますデイリー会員っていうのがありますので、こちらに入っていただけば見ることができます。 今日の動画だけでも190円の価値があると思いますが、今日から1ヶ月間ですね、毎日に動画を見ることができますし、そしてデイリー会員というサービスを始めて1年以上経ちますが、すべての動画を見放題とも言えますので、よかったら申し込んでいただければと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、続きをご覧ください。どうぞ